はい、皆さんこんにちは、おさきです。今回はママにドッキリをしていきたいと思います。すげー。はい、ということで今回はおさきが勉強したくないから受験しないと言い出したらママをどんな反応するのか。今私中3で受験生、絶賛受験生で、ちょっとね、おさき家では受験のことが結構ね、毎日のように話題になってて、受験の話に結構なってきてるんですよ。だから、ちょっと今回は、ちょっとこの時期に受験勉強をもうしたくないってなったら、どんな反応するのか、ちょっと見てみたいなと思ったので、そちらをしていきたいと思います。今本当にずっと毎日のように志望校を決めたり、受験どうしようかね。みたいな感じの話をね、すっごいずっとしてるんです、毎日毎日。今の時期だからこそできるんじゃないかなって思うドッキリを、ちょっと思いついてしまったので、今回はママに仕掛けていきたいと思います。まあ、予想は、でもママね結構なんか、あんまりなんだろう、ガミガミ言ってこないんじゃないかなっていう私の予想ですね。ただ、反対はすると思います。こういうドッキリ、したことなかったので、今回はママに、病んでる系のドッキリをして、ママを困らせたいと思います。それでは、どうぞ。そういうことか。ドーナツある？あるよ。食べるよね。食べるために買ってきたんで。何食べるって食べてる？せっかく買ってきたんで。やば。何がやるの？もうなんかテスト？うん、数学書いてきたの。何それ、なんでダメだったの？本当にやばい。本当やもん、なんか無理。何点だったの？何点だったら許せる？許す許さないじゃないから。何点だったら怒らない？怒る怒らないじゃないから。マジでやばい。知りたい？知りたくない。やばい。いやでもママ抜き打ちをするからね。なんでもいいよ、もう本当に今回やばいって。全部プレッシャーなんだけど、なんか全部プレッシャー、なんか全部やるんだけど。何それ、どうしたの？やばいじゃん、怖。だってさ、勉強頑張ってんのにさ、全然結果出ないしさ。うん、モチベ下がる。もう受験しなくていい？どういうこと？もう受験やりなくてさ。どういうこと？高校行きたくない。え、高校に行かないってこと？うん、もう勉強やだ。だって勉強してもさ、結果になんないじゃん。それやばいでしょ、さすがに。うん、やだ。なんか疲れた、もう全部。なんかこのさ、テストの結果悪かったら内心に響くからとか言ってさ、うん、めっちゃ勉強するのも嫌だしさ。うん、だったらもうそういうの気にしないでさ、受験をやめたい。うん、高校行かないってこと？うん、これでめっちゃ頑張ってさ、志望校行けなかったら嫌だもん。なんかじゃあレベル下げればいいじゃん。やだ。え、どういうこと？だからレベル下げるってわけじゃなくて、あの勉強したくないの、もう疲れたの、限界。食べるよね。なんかこうやってストレスが溜まっちゃうじゃん。うん、まあじゃあいいんじゃないって言いたいところだけど、じゃあなんかやりたいことあんの？スタバのバイト。一生スタバのバイトすんの？うん、スタバのバイト兼 YouTuber。 うん、じゃあいいんじゃない。そういう夢があるんだったらいいよ。夢でしょ、それだって。うーん、それともなあなあに言ってる。それによっては気持ち変わるけど、ママの疲れる。それはね、疲れない人はあんまりいないよ。疲れてんのにさ、いつもと変わんないんだよ。疲れてんのに前回よりさ頑張ってんのに、前回と同じ結果とかさ維持してるってすごいことだよ。
だってあげるために塾さいっぱい行ってんのにさ、維持するためって思った方がいいじゃん。落ちない、ね、それって結果として現れないとさ、もちろんマジですごい結果現れてんじゃん。現れてないよ。現れてんだよ。だから維持できてるってことは、受験勉強をはじめとした勉強全般がもう無理だ。あ、じゃあ高校行かない、うん、確実、うん、言った靴がいらない、靴がいらない、靴がいる、どっち。いや、だからそれをママに聞いてんの今。だからママの意見は行った方がいい。学校行きたくない。じゃあ、はあはあ、何がしたいんじゃ。何もしたくない。何もしたくないの、うん、何もしたくないとは YouTube もやりたくない。 YouTube はいいんだけど、うん、その YouTube と受験勉強したくない。パパに言ってみたら。友達とかにさ相談してみなよ。なんかアドバイスもらえるかもよ。ねえ。やだよ。先生とか。なんかもうそういうのめんどくさい。なんでめんどくさいって。じゃあいい、相談しなくていいよ。そうやってなんかそうやってなんか、うん、それで悩むのが嫌なの。このさ悩む自体が嫌なの。突然やめてくれよ。怖いから。もうなんか。考えたくない何も。考えなきゃいいよ。受験をやめたい、やめたくないっていうさ論争も嫌だ、うん、悩みも、うん、だから嫌なの受験は。もうやめていいよそんな悩み。怖すぎ。やめてほしい。そう、うわーっていうのやめてほしい本当に。リアルな言いそうなこと言うの迷ったんだけど、ね、なんて言ったらいいのか、ね、なんかずっと女の子しかってたかも、ママ、うん、だってもういや本当はそれは高校に行ってほしいよ、うん、病んでたからこれなんか病んで言ってればいいよ、頑張れ頑張れって頑張れは言っちゃいけないとかなんか読んだからママ記事で今なんか半分本音これいやだから分かる、強くは言わなかったけど本音はうん、いや普通に勉強してほしいし勉強して高校自分の行きたい高校行ってほしい。リアルなんだもん。マジでやめてよ。今のところ高校は行きたくないって思ってないので、青春したいと思ってるので、あの高校にはねちゃんと行きたいと思ってるんですが、あの勉強は本当に嫌です。はい、ということで今回はね、勉強したくないから受験したくないと言ったらどんな反応するのかママに検証しましたということでね、まあ、またまあちょっとこういうドッキリ結構受験生ならではって感じのドッキリなので、いやだやだやだこういう系ちょっとどん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 受験系今だからしかできない、それ発想するのやめてくれマジでということでこんな感じでドッキリ大成功でしたということで終わりたいと思います。この動画がいい
と思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。